いい大人たちが18メートルの実物大ガンダムを作って動かすという夢のプロジェクト。建設予定地横浜の山下ふ頭ではガンダムの全てを支える基礎作りが着々と進行中。とそこへガンダムを動かす大人たちが現場にやってきた。視察ってやつですか？はい、はい、チーズ。うん、わかるよ。でもね、ガンダムも動かしてよ。ということで、動くのかガンダム、夢への挑戦。第2話、いいから手を動かせ。ガンダムを作って動かす、そんな無茶ぶりから始まったプロジェクト。18メートルという巨大サイズなので、担当分野は細かく分かれており、フレーム、メカ、配線、外装、制御装置、ソフトなどなど全国各地で進んでいるのだが、一向に動く気配なし。しかもガンダムのどの部分を作っているのかさえ全くわからない。そんな中、我々はガンダムのあの部分が少し動くという割と極秘な情報を入手。一体ガンダムのどの部分が動くのか、難しそうな顔をしているこのおじさんに聞いてみよう。ガンダムのどの部分を動かそうとしてるんですか？手首から先の、指、それぞれの指5本と手首の旋回。おお、手、ガンダムの手が動く。難易度は明らかに高いはず。ということで今回はガンダムの手の制作現場に潜入。担当する制作チームは普段こんなリアルな恐竜を作って動かしたり、こんな繊細な人型のロボットを喋らせてるプロフェッショナルたち。私のこと人間だと思った？今回設計を担当したのは成田純さん。成田さんってどんな人？作品としてガンダムは好きですけど、ロボットとしてはガンダムよりはザクとかの方が好きです。やられ役ではありますけど、まあ、なんかバリエーションがいっぱいあってちょっと面白いなっていう。ザクが大好き。そんな成田さんがガンダムの手を動かす。しかしそこで苦労はしてます。え、なんで？これが制作途中のガンダムの手。広げたサイズはおよそ2メートル。あのドズルザビさんと同じくらいの大きさ。そんなでかい手、使う素材やモーターの数などを気にせず作ってしまうと重量は600キロを超えてしまうという。ところが200キロ以内に抑えてくださいと言われています。片手200キロ以内で作れ。それが成田さんに課せられたミッション。そんな無茶な。使用書を見てみると200キロという文字が。200キロを超えると肘のモーターに負担がかかってポキッ、こうなってしまう。制御盤とかもあるので全部で200キロ。重さっていう制御がとにかく呪いのようにかかってます。そう、制御盤やモーターなど全て入れ込んだ状態で200キロ以内にしないといけない。試行錯誤を繰り返した成田さんはモーターの数を減らした。さらに素材は鉄ではなくアルミで製作するという起死回生の策に出た。ただでさえ苦労の絶えない成田さんだが、そこへある人物が手のチェックにやってきた。吉崎渉さん、システムディレクターの役割を担うプロジェクトの中心人物。全然ガタガタいう感じじゃないんだ。すごいな、ちょっと吉崎さんも納得の仕上がり。成田さんもこの笑顔。設計は完璧、あとはこの手が動けばいいのだが。そして数日後、ついに迎えた動作テストの日。成田さんが設計したガンダムの手と吉崎さんが開発した制御コントローラーを組み合わせて指が動くかどうかをチェックする。皆さん、ついに手が動きますよ。3、2、
動かします。動いてませんよ。一体どうしたんでしょう。うちのコントローラーだと動くんですけど、なんかはこう同じじゃないせいで動かないんです。いや、なんかがってどうするの。このところはそれより原点復旧して。原点復帰、すごく簡単に言うと設定をリセットすること。原点復帰お願いします。もう一回いきます。今度こそ。あ、もう来ました。今1秒、動いた。やっと動いた。動く、バンバン動く。しかもピースサインもできちゃう。成田さん、動きましたよ。まだ外装が全部ついてないので、ちょっと読めないところもあるので、この後またいろいろ苦労するとは思います。まだまだ重さとの戦いは続くんだね。でも頑張ってね。ザクも応援してるよ、成田さん。次回はあの人が吠える。つまんない、すごくつまんない。